ははい皆さんこんこにちルルートチャンネルです、えー、今日からはですね、ユニックスやあ C 言語、そういった、まあのまあ、プログラミングですね、の基礎的な解説動画を始めたいと思います。それでですね、えーっとまあ、今日は、まあ、その下準備というか、はいあの、今まで何度か何度も、ね、見せてはいるんですけども、えー、テキストエディター、まあ、特に Emacs ですね、 e m a、まああの、まあ、基礎的な使い方、これを改めて、ね、ちょっと、ね、あの解説しようかなと思います。まあ、これがないとね、あのなかなかその C 言語とか、ね、そういうプログラミング、えー、書けないんでね。はいでまあ、ちなみに、まあ、なぜ C 言語かという、プログラミング言語っていくつか、ね、あ,のいくあるんですけども、まあ、なんで C 言語をやるのかなっていう話なんですけども、 やっぱりね、あのー、プログラミングの基礎がね、まあ、身につきやすいっていうのがまず一つあると思います。で自分も、あのー、自分も学生の時に、まあ、初めてその大学の授業に習ったプログラミング言語が C 言語なんですけども、やっぱりね、C 言語をまあ勉強すると、なんだろう、本当に基礎が身につくし、本当にいろんな仕組みがね、あのー、理解できるしで、例えばその他の言語、 例えば、まあ、Python とか、はい、に、あの他の、ね、プログラミング言語を見たときでも、まあ、なんとなくです、ね、あのこういうことやりたいんだなとか、そういうのが分かるんですよね。やっぱ C 言語,、ま、あの C 言語をある程度理解してると、他のプログラミング言語を見たときにもあ、こういうことやりたいんだなとかその、こういうこと言ってるんだなみたいなことが、まあ、なんとなく分かるんですよね、はい。とにかく汎用性が高いと思います。はい C 言語自体もあのすごくあのよくできた、うん、ちょっと難しいんですけどね、よくできた言語だと、はい、僕は思います。なので、まあ、あの皆さんも、ね、大学生とかだと、大学の授業とかであの C 言語を扱うところも多いんじゃないかなと、うん、思います、はいであのまあ。今日からしばらくは、ねえっとまあ、その C 言語の解説動画行きたいんですけども、まあ、今日はその下準備として、 さっき言ったように EMAX も教えようかなと思います。で、えっと、過去の動画で、えー、その、ね、自分でもプログラミングができるように、あのー、なんだろう、その、まあ、Ubuntu のインストールの仕方とか、あのー、は、あの、過去の動画でね、あのー、解説してますので、はい。そちらも、そちらをね、あの、 どうやって練習始めたらいいんだろうとい,いう人はその動画をまああのご覧ください。はい、ではね、えー、EMAX いきたいと思うんですけども、まずテキストエディターってあーの大きくあの2種類あると思います。それが、えーっとまあ、今言ったように、まあ、1つは EMAX、もう1つは VI、両方あると思います。はい、で正直これは あの個人の好みだと思います。個人の好みですし、あのまあ、指導教員あの,の先生がどっちを使っているかにかなり依存すると思います。で自分は EMAX を使えと学生のとに言われたので EMAX なで,で、正直 VI に関しては正直ほとんど使えません。なので、まあ、VI, はあの VI を使いたいよという人は、 まあ申し訳ないんですけど、ちょっと自分で使い方を調べてみてください。はい。はい。それではね、あの、早速 EMAX いきたいと思うんですけども、えっと、過去の動画で作ったね、あの、プログラム、えー、っと、まあ、C 言語のプログラムのコードね、あれを使っていきたいと思います。過去にね、あの、こんな動画作ったと思います。あ、ちなみにここにマイナス NW つけてるのは、このオプションをつけなかったつけずに EMAX を使うと別の 別枠のウィンドウが開いて、えー、そっちでコードを編集することになるんですけども、まあ、これも人の好みだと思うんですけども、まあ、僕はこの,あの新しいウィンドウを開けずに、この -NW ってやってあの編集するのが僕は好きです。ちなみにこれのメリットはあの、こっちの方が軽いというか、あのまあ、例えばその うん、ちょっと難しい話なんですけれども、例えば SSH とかで他のサーバーにつないで作業するときとかは、マイナス NW でするとあの別,別枠のウィンドウが開かずに、まあ、そのまま使えるので、のそっちの方がまああのサクサクできると思います、はい。ちょっと難しい話だったんですけど。はい、ではね、えー、見ていきたいと思います。えっと、 e m a x を使うときに重要なのは、コントロールとエスケープですね。はい、まずはその操作いきたいんですけども、もちろんこの矢印、矢印でもあの十分動くんですけども、えー、とまずカーソルの操作があります。まずはコントロールを押しながら F、これで、こうやって前に動かすことができます。 で次にコントロールをしながらあの B すると、後ろに動くわけできます。まあ、これ矢印の、この、まあ、矢印というか、まあ、かあの操作の,あのキーボード、キーボードの前と後ろを押すのと一緒なんですけども、はい、こうやってコントロールをしながらあの、ね、F とか B とかできます。はいまあ、これだけだと別に大したことないじゃないと思うかもしれないんですけども、えっと、まだまだあって。 まだまだあって。えー、っと、で、今度はエスケープを一回押した後、F を押すと、こうやって飛ぶんですね。1単語飛べるんですよ。で、エスケープを押した後に B。エスケープを押した後に B と。こうすれば、1単語ずつこうやって飛べるんですよね。こうやって。その1単語っていうのは、まあ、ちょっと EMAX の判断になるんですけども、こうやって、こうやって飛ぶことができるんですね。こうやって。 こ,うやってこれ、キーボードの操作でなかなかないでしょう。はい、これが、ね、かなり便利なところだと思います。で他にもコン,トローコントロールを押しながら、えー、っと E を押すと、こうやってその,その行の末に飛べます、はいで。逆にコントロールを押しながら A を押すと、こうやって、はいえっと、行の、ね、先頭に飛ぶことができます。 で、今度はエスケープを押した後に、えっ、ー、と、ここですね。この、まあ、なんだろう。数学の記号で大なりかな。押すと、はい。この文末に飛ぶことができます。で、今度逆に小なりを押す、エスケープを押した後、小なりを押してやると、今度は一番文の最初に飛ぶことができます。まあ、こんな感じで、えぇ、ー、 このコマンドで、ね、あのカーソルの操作することができる。これが EMAX、ね、たぶ VI もできると思うんですけども、も、テキストエディターの強いところですね。でさらに、便利なところは、このコマンド操作って実は、えっと、コマンドラインでも実はできるんですよ。どういうことかっていうと、えっと、これあるでしょ例えば、コントロールを押しながら A を押すと、こうやって戻ることができるんですよ。 で、エスケープを押して F を押すと、こうやって飛ぶことができるんですね。なので EMAX のコマンドを覚えれば、こうやってコマンドラインの操作も、あのかなりあのコマンド、コマンドラインの操作もあにも使えるので、かなりね、ユニックスを使うときに楽になるんですよね。はい。で、ごめんなさい、さっき言い忘れてたんですけども、えー、っと、 コントロールを押しながら N を押すと今みたいに下に行くことができて、コントロールを押しながら P を押せばここに上に行くことができます。はい。これもあの、キーボードの上と下と,したらと同じことになるんですけども、はい。これの、これを言うのをさっき忘れてました。はい、すいません。はい。じゃあ次に、えっと、まあ、コピーとか、あの、カットとかするのを押しようかな。えっと、コントロールを押しながら、 えっと、K を押すと、その1行丸々カットします。まあ、えっと、いわゆるその、切り取りですね。はい。Windows で言うと、まあ、その行を、えっと、コントロール、コントロール X みたいな感じですかね。はい。で、今、今直前に切り取った文章があったとします。それを、コントロールを押しない Y を押すと、こうやって貼り付けられるんですね。はい。こうやって、こうやって、こうやって。はい。すごいでしょう。 でも、まあ、こうやって、こんなに、まあ、今、あの、今、こうやって、あの、なんだろう、見せるためにこんだけ貼りましてけど、こんだけいらないじゃないですか。いらないときは、ちょっと今の操作戻したいなというときは、コントロールと X を押しながら、U を押してやると。そうすれば、元に戻ります。コントロール、コントロールと、コントロールを押しながら X を押して、で、その後に U を押すと。これで元に戻る。一つ前の操作を戻すと。 まあいわゆるコントロール Z に似てるような感じですね。はい。みたいな感じで、じゃあ今度は複数行やりたいなという時は、えー、ときは、コントロールを押しながらスペース押して、それで、はい。コントロールを押しながら W を押せばカットできます。ね。その複数行をカットできます。で、また同様にコントロールを押しながら Y を押すと貼り付けられます。 でちなみに、コントロールスペースを押して、えー、っと今度はコント、コントロール、コントロール W ではなくて、エスケープを押した後に W を押してると、今度は切り取りせずにコピーになります。で、コントロールはこんな感じになります。はい。複数をコピーすることができます。これもね、かなり便利な操作ですね。まあ、こんなにいらないんで、 コントロール X スターににうで、これで消しておきましょう。はい。であとは、そうですね。うーん、えっと、検索機能ですかね。はい。コントロールを押して、S を押してやります。コントロールを押しながら S を押してみます。そうすると、iSearch っていうのが出てきて、れで言葉を検索することができます。で、えっと、例えば、まあ、PR とかでと、こうやって該当するところがあの出ます。で、 今はこれ短い文章なんですけども、やっぱプログラム書いてるとあのかなりあの長いえ文章、かなり長いコードになってしまうこともあるので、複数ヒットすることもあります。こういう場合は、コントロール、A、S を押すれば次の,次のところに行きます。これ1個しかないんで、ああこれで終わ,り終わるんですけども。終わりたいときはまあ適当に、ま。あ 次のように切ってやったりすれば勝手に終わります、はい。はい。それで、あの、まあ、最後にね、えっ、ー、と、ファイルの保存でも教えファイルの保存は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、まあ、今まであのいろいろ編集しちゃったじゃないですか。ねまあ、中身は変わってないんですけど、まあ、切ったり、ね、カットしたり、貼り付けたりしたんで、まあ、一応編集したことなんでけど、編集するとこうやって2個のアスタリスがここにつきます。はい。 はい。では、えっと、これは、えっと、コントロールを押しながら、X と S を押します。コントロールを押しながら、X と S。そうすれば、あの、保存できます。はい。で終わりたいなというときは、コントロール X を押して、コントロール C と。はい、これで終わります。はい。まあ、他にもね、えっと、便利な機能というのはたくさんあるんですけども、まあ、本当に頻繁に使うやつを、あの、教えました。 で今後もねあの、もしかしたら今日話しきれなかった機能を使っていくこともあるかもしれないんですけども、それはまあその都度ねあの、教えようかなと思います。と、はいまあ、にかく皆さんも、ね、ぜひちょっとねあの、今日教えたコマンド、ちょっとこれを押してみてください。はい、それではね、今日はね、あのこの辺りにしたいと思います。それでは。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思われましたら、 チャンネル登録高評価よろししくお願いします何か解説のリクエストがあればコメント欄の方までお願いします。それでは次の動画をまたお楽しみください。